よろしくお願いします。私からは日本時間で昨日15日の未明、アメリカワシントンで浜田防衛大臣とオースティン米国防長官の会談が行われて、辺野古新基地建設の推進、また敵基地攻撃能力保有というですね、日本の国政上の重大問題の確認が行われましたので、このことについて述べておきます。まずこの辺野古新基地建設の推進で改めてアメリカと約束したということなんですけれども、これ直前の11日投開票の沖縄県知事選挙で辺野古新基地建設の断念を求める玉城デニー知事が再選をしたと、その直後に米国に対して着実に推進と確認するということは断じて許されないことです。選挙で示された民意をこのように踏みにじるということはこれまでも繰り返されてきたんですけれども、今回の沖縄の県知事選挙というのは初めて自民公明が推薦する候補者が辺野古容認を掲げて、そして政権与党が総力を挙げて戦って敗れたという、そういう選挙ですよね。この県民の審判をどう受け止めるのかということが厳しく問われなければなりません。岸田政権が聞く耳を全く持たず、沖縄県民に対して諦めを迫る民主主義蹂躙の強権政権であるということが改めて明確に示されたというふうに指摘をいたします。また、この敵基地攻撃能力の保有、軍事費の大幅増額への決意を示したということも、これ国民への説明さえなしに対米公約で大軍拡を進めるということであって、これも断じて認めるわけにはいきません。でこのことに関してはですね、防衛省の来年度予算の概算要求、これが項目なき事項要求になっていると、こんな、ね、概算要求書は見たことがない、前代未聞のやり方だということも指摘をしておきます。これまで事項要求っていうのは金額は示さない、しかしどのような防衛省で言えばどのような装備を新たに導入しようとしているのかという項目は示してきたわけですよね。例えば前の年を見れば、次期警戒管制レーダー装備の開発に必要な経費とか F-15 能力向上事業に必要な経費など、その項目を示した上で要求額ゼロ、これを事項要求と呼んできたんですよ。概算要求書はもうそうではないわけですね。しかし報道を見ますと100項目っていうふうにもね言われていましたので、私の事務所から改めて昨日防衛省に、ではこの事項要求の項目これを示してほしいということで資料要求をいたしました。そして返ってきたのはこのペーパー1枚でした。お答えできないというものです。お答えできない。概算要求というのは来年度各府省がどのような政策を進めようとするのかということを国民や国会に知らせるものなんですね。で私たちはこれを分析をするし、自治体関係者とかさまざまな団体もこの概算要求を分析したり、よく見て、それで問題点指摘したり、あるいは政府や議員への要請行動っていうのをやるわけですよ。これね、全く示さないというやり方自体が異様です、異常です。またね、昨日この回答できませんというのと合わせて添付資料としてメールで届いたのが防衛省の概算要求についての広報用パンフレットなんですよ。でその中では概算要求の考え方っていうことが一応こう長々と示されていて、そこ見ますとね、冒頭からスタンドオフミサイルの量産などですね、長射程巡航ミサイルのオンパレードなんですよ。やはりですね、これはこの事項要求というのは結局ね、専守防衛投げ捨てた敵基地攻撃能力、ここにもう額も示さない、中身も示さない、とにかくこの敵基地攻撃能力を最大限進めていくぞというものであるということが示されているというふうに考えます。で先の参議院選挙後の世論調査を見ても、大軍拡ではなく外交をっていうこと、これが平和の保障だと、戦争を起こさない保障だという世論がですね、顕著に増えているわけです。でこれまで私たち日本共産党繰り返し主張してきましたが、やはり台湾問題などこの解決をめぐってもですね、軍事対軍事のエスカレーション、その悪循環に陥るということは極めて危険です。軍事衝突戦争を起こさないために外交努力真剣に行うこと、
東アジアに中国を含む包摂的な外交の枠組みを作ること、これが求められているということも改めて申し上げておきたいというふうに考えます。私からは以上ですので、ご質問にお答えください。共同通信の渡辺と申します。旧統一教会関連の質問なんですが、自民党の下村博文元政調会長が、党の選挙公約に、家庭教育支援法と青少年健全育成基本法の制定について秘書に必ず入れるように指示したという報道がされています。これまで自民党は政策に関しては歪められていないというふうに説明していますが、これに関しまして週刊誌の報道、私も読みました。それでもともと下村さんが、文科大臣の時もそうですし、一貫してその家庭教育ということについて非常に強い関心を持って、政治的な介入もですね、こう進めるような文科大臣の時にもそういう立場を取ってきた方だということは私も、文教科学委員で質問したこともありましたね。非常によくわかるんです。それで統一教会との関係でいうと、これ下村さんが政調会長の時にその政調会長の部屋を統一教会の幹部が訪問をして、このような家庭教育に関わることについて要請をしたと、この政調会長の部屋を訪問したということについては、これ否定をされていないというふうに理解します。こういう事実はあったのではないのかと、その政策にね、その入れろと求められてそう指示したかどうかっていうところでそれを否定されているのかもしれないんですけれども、もともと下村さんとか訪ねているね、そういう要請が行われたということまでも否定をするというふうにはしてないと思うんですね。そうするとそういう関係が下村さんと、その統一教会との間であったということではないのか。これも下村さんにとどまらないんですけどね、やっぱり自民党の言う調査っていうのが調査でも何でもなくて、やはりまともな調査が求められていますよねと。どういう関係を統一教会に持ってきたのか、それがなぜなのか、そのことを改めて自民党は、しっかりと調査をして明らかにする責任があるのではないかというふうに考えます。朝日新聞の上澤と申します。福岡市のですね、市長選挙についてお伺いします。報道でですね、ほとんど現職の市長が、10月にも、立候補、というか態度を表明するだろうと言われており、あとはですね、共産党から候補者が出て一騎打ちになるのではないかというような報道がありました。そこにですね、立憲民主党系の市議がですね、立候補を固めたというような報道が今流れています。この場合ですね、今後例えば立憲民主党の候補をですね、野党でこう応援する、この間の沖縄知事選のようなですね、そういった体制にあることっていうのを今後検討はされるような予定があるか、どのように今後です、統一地方選挙に向けて、地方選挙からですね、そういった、与野党の対立軸みたいなものを演出していくようなお考えがあるかも含めてお願いいたします。福岡市長選挙という地方自治体の選挙に関わることで、私たち地方自治体の選挙はまずその地方党組織が責任を持ってですね、さまざまな協議を行い方針を決めるということを原則としていますし、ちょっと詳細は私も、承知していませんので、ここではコメントできないですね。まず地方の私たちの福岡の党組織が、どういうふうに協議をするのかということになると思います。個別具体的に福岡市ではなくですね、今後重要な首長選挙なんかですね、完全なる一人を選ぶような選挙の時に党本部として与野党と対決していくっていうのをですね、今後統一地方選挙に何かお考えとか、もしくは今後検討していくっていうのをお考えとなります。野党共闘そのものについては私たちは前に進めていくということを大きな立場として、示してきていますし、ただこの間の国政選挙をめぐってさまざまな課題があるということも提起をしてきました。だからそういうこともいろいろね、中央レベルで野党共闘全体については話し合うということになっていこうかと思います。で、個々の選挙についてはまさに個々の地方自治体の状況はそれぞれに違います。地方自治体はとりわけ個々の状況がかなり違います。ですから一概にこうだっていうふうにはちょっと申し上げられないですね。個々についてやっぱり見て、特にその
その党それぞれの地方の党組織の判断をまず尊重しながら進めていくということになろうと思います。はい、DJ 通信社の方ですけども、統一教会の問題に戻るんですけど、自民党調査でですね、細田衆院議長が、点検から外れたということで、これに関して、教育局局長が、その、政党助成金の3点人数が含みというのに、点検対象を外すのは、ご都合主義だというふうに見られますけど、改めて共産党さんの、立場を確認します。とりわけ細野議長が、細野議員がですね、統一教会と大変深い関係にあるということが、これは報道されているわけですよね。で、ここまで議長だからといって外すということは、やはりありえないですよ。問われているのは、自民党と統一教会がいかなる関係にあったかということでね、国会のさまざまな対応の中で議長が別扱いっていうのは、あるんだけれども、こういう自民党そのものが問われているときにですね、国会の中で議長だから無所属にとなっている人だからという理由で外すなんていうことは、ありえないです。ここに自民党がまさに世論をやり過ごそうとしているということもね、現れている、本気が全くないと、この真相究明について、ということを言わざるを得ないんですね。政党助成金と絡めてはどうなんですか。小池さん、そういうふうに言われて、まさに都合のいいときだけ自民党に反応して、都合主義という意味で言われてますので、ね、そのとおりだというふうに思います。はい、はい、NHK の矢島です。よろしくお願いします。秋の臨時国会についてなんですけれども、政府が今日与党側にですね、来月3日に召集するという方針を固めて伝えました。この召集時期と、あと以前から早く開くようにというふうにおっしゃってきたかと思うんですけれども、この秋の臨時国会でどのような議論をしたいか、期待するかお願いします。まずね、本当に早く開くべきなんですよ。私たちが野党がですね、一致して開会を要求したと、憲法に基づいての要求ですから、これでは国内情勢を見てもですね、一日も早く答えることが岸田政権の責務であるということを改めて強調しておきたいです。岸田さんは会派の中の会議で3日に行われるようだなと言ったようですけれども、召集要求を受けているという自覚があるのかなというふうにちょっと、指摘したいんですね。で、本当にもう国内情勢だけでも課題山積みですね。国葬の問題、これももうどんどん問題が噴出してきていますし、先ほど来質問のある統一教会の問題もそうです。また物価高騰については、本当につけ焼き場にもならないですね。対策しか示してないわけで、このままいったら補正予算はいつ組まれて執行はいつになるんだっていうことになります。そして新型コロナ、冬に備えてどうするかということは、オミクロンの総括含めてですね、対応の総括についても求められてくると思います。で、それに加えて課題として急浮上しているのは、東京五輪の問題も急浮上ではなかろうかと、これがまさに事件の温床になっていたということで、次々と逮捕、事情聴取が広がっていくわけですよね。で、ちょっと一言これは付け加えておきたいのは、東京五輪は招致をめぐってすでに多額のコンサル料が問題になっていたんですね。で、これはフランスが、フランスの捜査当局が、もともとはロシアのドーピング問題等々を調べる中で、東京五輪の招致でコンサル料と称して億単位のお金が動いているということで、当時のオリンピック、組織委員会の会長が事情聴取を受けるという事態になったんですね、フランスの捜査当局。で、これは国会の中でも審議になったんですよ、参考人で呼んで。で、コンサル料って何なんだっていうことが議論になったんです。一体その億単位のコンサル料は何を期待して、そしてそれがどのように使われたのか、これしっかり説明することが必要ではないのかっていうことを問題提起したんですけれども、政府も何ら問題関心を示さなかった。で、蓋をした。やっぱりね、そのことの始まりからなんですよ、コンサル料と称してそう称すれば、この不透明だ、また賄賂というお金がね、動かせるというのが、招致の時にいわば示されていたんじゃないのかなっていうふうにも指摘せざるを得ないんですね。これはだから、招致含めて改めて、
どういう利権がこの五輪を使ってこうはびこっていったのかということはですね、電通の問題を含めて本当にあの私は海を出し切るということをね、国会の問題としても課題としてもやるべきではないかなというふうに思います。共通したことなんです。国葬についてお伺いします。自民党の二階俊博元幹事長がTBS の CS 番組の収録で欠席、野党が欠席方針を決めたことに対してですね、世の中にあまり賢くない印象を賢くないと印象づけるだけだと、で選挙で取り戻すのは大変だと思って伺いました。これについてもし受け止めあれば。ちょっと発言を承知しているのではないですが、一般論でお答えしますけれども、やっぱり国民がこれだけ国葬に対しておかしいと思っているわけですよね。で国会で岸田さんが丁寧に説明すると言ったけれども、結局その間説明してきたことの繰り返しであって、でこの説明で納得したって方は世論調査でも 15% 程度っていう調査まであるわけですよね。だからね、こういう国民の疑問、世論、怒り、それが反対という、この意思を果たしてどう受け止めているんですかと。やっぱりね、私たちは憲法違反ということも指摘をしたわけです。そのことに対する明確な憲法違反ではないというような説明もないわけです。それでね、野党が欠席することにイチャモンつけるというのは、もう何て言うんでしょうね、どこまで、この民主主義の根幹だと言って問題提起していることを理解していないのかというふうにちょっと批判をしたいと思います。よろしいですか。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。